こんにちは、速稼塾の久保です。メッセージありがとうございます。今朝の放送ね、また繰り返すようですけども、私たちロスジェネ世代っていうのは確かね、高度経済成長に産み落とされて、で10歳前後ね、どん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 世の中豊かになっていって、テレビゲームも新しいのがどんどん出ていったりね、 LSI とかね、それから輸出でどんどん黒字が出て、日本がどん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 大きくなって、こんなね、日本という小さな国が世界中にいろんな才能をどんどん広げて、で海外に行く人がね、それこそ毎年毎年増えていって、わ、なんて素晴らしい世の中に俺たちは出ていくんだろうって思いましたよね。で高校生の頃ですか、私が高校生の頃に、なんか世の中ものすごい、利益が出てて景気がいいぞってことでね、そのおこぼれが割と地方にもあったかなっていうところで、とりあえず大学に進学してどっかの会社に入ればなんとかなるぞ人生っていうところがしっかりと見えてきた時代だったんですよ。で特にお父さんお母さんっていうのは、大学に行けなかった方がね多かったと思います、私たちのお父さんお母さん。だから大学に行けば本当に勝てるんだよという形で私たちに教育投資を惜しまなかったわけですよ。で大学なり短大なり専門学校に行って、その間にですね、そうやって高校出て2、3年、3、4年勉強してる間にどん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 世の中はね景気悪くなって、まあ自分たちが卒業する頃には回復してるだろうと思ったらますます悪くなって、超氷河期世代ってのが本当にね5年とか10年とか影響したんじゃなかったですかね。まあですんで40代50代この辺が昭和40年代生まれとかがかなりね厳しい中世の中に放り出されて、有効求人倍率、要するに就職先が2人に1人しかないという状態でね、あとは就職した人の、まあ、バイトですよね、そういった枠に入るしかなくって、それでもまだ当時はバイトには自由度があって、でそこそこの給料がいただけたんで、そういう生き方もあるかな、フリーターって言葉が生まれ出したのはその頃だったと思うんですよ。それからしばらくしてフリーターに勢いをつけるように派遣とかいうね概念が生まれて、で構造改革、小泉竹中路線がそこにかぶさってきて、新会社法ができたりとかね、起業するっていう道も、まあ、見えてきたんですけども、まあ、なかなかそうはいかなかった、まあ、なんせね、社会に出て最初の新卒っていうのに2人に1人はミスっちゃったわけですよ。ミスっていうかもう席がなかったんでしょうがなかったんですけども、その後に派遣社員とかに入っちゃったら本当に最悪で、そこそこ手取りがよくって自由度があって、で長く勤められたもんだから、例えばね30代半ばとか40に入ってから派遣切りとかにやっちゃうと、もうどうしようもなくなっちゃうわけですよね。下手に派遣会社に入れたもんだから、腰掛けのつもりだったんだけども、でも社員になれず転職できず、で派遣社員から社員になれるかなと思ったら社員登用制度はあるのに、ほとんどの人はその道を閉ざされていたっていうことでね、で結局順番に派遣切りになって、なんか年越し派遣村みたいなのもできましたよね。でもうちょっと頑張ろうかなと思ったらリーマンショックでドカーンと食らって、もう再起不能ですよ。でその頃にはもうね40前後になってきてて、もう40前後ですからね、そこそこ老後のことを考えないといけない世代ですよ。はっきり言って40からでも一花咲かせられるといえば咲かせられるんですけども、まあなんせね、なんか旬だった20代30代にできなかったことが40代で果たしてできるかな。特にその頃はスマホとかインターネット、こういったものが出てきてね、個人の発信力とか個人の力がものすごく求められている時代だったんですよね、時代になっちゃったんですよね。でも私たちは集団でやる仕事を目指してずっと学業を積んできましたんで、みんなで協力してとかチームワークでみたいなことだったんですよね。だからファミリー型っていうやつです。で現在ジョブ型って言って、一人のパフォーマンスにものすごくね、フォーカスしなければならない時代に、はっきり言って個人力が40代50代を中心にしてないんですよ。だから急いで自分の個人の力をつけようと思って副業とか投資に行くんですけども、それなかなかうまくいかないですよね。で情報発信もその中学生高校生の方がね、ものすごくもう生まれた時からあるわけですから、ベテランですよ、で私たちはなんとか食らいついていくんですけども、いまいち乗り切れなかったりね、古い概念が私たちの行く手を阻んだりとかして結構苦しい中で、今私も48になります。多くの方が40代を迎えた時に、このロスジェネ世代がそのまんまね、もう50代に入っちゃってるわけですよね。そうなると10年後は60ですよ。今から何すればいいんだって話ですよね。で50歳代に入ったのに年収が300万とか言って、もう取り返しがつかないですよ。貯金もないし、
親の面倒を見れない、もうともすればね、親にいろいろと援助してもらわないと50代のこの身が処せないようになってるわけですよ。だから家庭もなかなか運営できないし、まあ運がよくね、私たちのロズジェネ世代でも20代30代で住宅ローンを組んだ人ってのは今住宅ローン払えなくなっちゃって、コロナ禍とかでね、でどんどん任意売却とか差し押さえとか競売とかになって、もう借金が残って家もないみたいな本当に悲惨な状態ですよね。で私たちロスジェネ世代がそうやって家や車を叩き売って日銭を稼いでるうちに、底値で家や車を買った人がさらなるね利益を上げていくみたいな、こんなねもう人の養分になるしかないようなロスジェネ世代ってのは、ロスジェネっていうかロスライフですよね。ほんとロストライフしちゃってるわけなんですよ。で政府も何回か支援策を弱腰に打ち出してきたんですけども、まあもうねいつの間にかそういう話も消えて、私たちロスジェネ世代を救うための施策っていうのはもうすでに予算に組み込まれなくなっちゃったんですよね。もう勝手にしろってことなんですよ。本当にね先行き暗いっていうかね、もうはっきり言って働く現場では私たち40代とか50代っていうのはもうねうざい人なんですよね。若い人から見ても頑張れば頑張るほど浮いちゃうみたいなね。だからそのなんかなんていうんですかね、もうこれはね自己責任ではないんですよ。何の支援も受けれずに、何の保護も受けれずに、それこそ丸裸で戦場に放り出されたわけですから、通常は軍事訓練を受けたりとかね、武器を持たされたりとか、それから兵隊ですよね、補給を受けることを約束されて、それでも戦場に出るわけなんですけども、私たちはどちらかというと誰かの養分になるべくこの世の中に叩き出されて、自分の人生一体何だったんだろうかなっていうふうにね、もう本当悔しさと、それから通り過ぎても取り戻しのつかない時間とかね年齢に、なんか憤りを感じ禁じ得ないところじゃないかなと思うんですよ。例えば、ね、男性ならまだいいんですけど、女性で40代とかになっちゃったとかね、で今期逃したけどもどうしよう、専業主婦とかね、いまだに狙ってるとか言って妙な笑われ方をするし、そんなつもりは全然ないと。で自分はこれからの人生ね、しっかりと足場を組んでいきたいと、真面目に真面目にやろうとしてるんだけども、なんとなく世間の嘲笑っていうのがね、どっから吹きさぶようで挑戦もできないと。アラフォーとか言って婚活やってるけども、なかなかマッチングもしないし、一体ね何だったんだろうか、あの夢に燃えた10代20代の頃は、将来社会に出て自分も社会の一翼第一線を担えると思って出たのに、こんなね叩きのめされてもう立ち直れないようになってしまったわけなんですよね。で私はねだから同じ年代として、その中からまあ赤字麻雀店になんとかたどり着いてね、でそれを切り盛りしながら、赤字を出しながらでも、そっから情報発信、 YouTube を中心とした YouTube で情報発信でなんとかねここまで上り詰めた身として、私の引いたルートをみんなに、多くの方に使ってほしいなとは思うんですよ。ただ同じようにやってもダメなんで、一人一人の形にアレンジしながらね。だから投資といっても涙大抵じゃないんで、資金もいるしリスクもあるし、もしかしたらパーになる可能性もあるし、人によって借金を抱えないといけないと、でもやらざるを得ないですよね。戦わざるを、他に方法がないんで、今からどっかの会社に雇ってもらって10年20年キャリアを積んで、じゃあ年収300万から400万400万から500万を目指してっていうことにならないですよね。どう考えても私たちがこれからどっかの会社に勤めて、じゃあ係長が見えるか、課長が見えるか、部長が見えるか、次長が見えるか、見えないですよ。見えない。そんなね出世を狙ってるうちにもうね定年退職の60代70代になっちゃいますよ。でしかも人生100年時代とか言って、70で定年退職しようと思ってもあと30年とかあるわけですよね。この長生きリスクに対して私たちは十分な蓄えもないし、年金もどんどん減らされていって、で税金ばっかり、社会保障費ばっかりね、ものすごく私たちの暮らし苦しくなりますよね。もう本当にねこれ誰も教えてくれないし、飽きて時代に翻弄されて騙されたと言ってもいいんですけども、もうどこにも持っていくところがないですね。で絶望して、命を絶ってしまう人もねいたりすると思うんですよ。で一部、私みたいにおせっかいながらね頑張ろうぜって語りかける人もいるんだけども、それもまあ詐欺扱いされたりとかね、で誠実にやってもうまくいかなかったりとか、本当いろいろあってですね、なかなか明るい未来っていうのが見えてこなかったりするわけですよね。まあその中でも例えば体の間のステーキングにたどり着いた人、運よくたどり着いた人は一定の自分の人生が見えてきたりとかね、まあそれでも分かんないですよ。だからどんなものでもパーになる可能性があるんでね、
私たちはどっかの会社の屋根の下にいるわけじゃないんで、本当に怖いことだらけなんですよ。だからもっともっと勉強して、もっともっと戦っていかないといけない、勝っていかないといけないと思うわけですよね。で、家族を抱えてもやっぱりね、どっかで男性の立場から言うとね、ちょっと不安になったり弱気になったりとか、家族にどうしてもね、言えないことがあったり、なんかいろいろあってね、家族じゃない女性の人になんかいろいろと頼ってみたりとかするところもあるのかなと思う。それがまたね、恋愛みたいな感じになったり、本気じゃないんだけど浮気みたいな感じになっちゃったり、浮気みたいなんだけど本気になってみたりとか、まあ紆余曲折でね、どうすりゃいいんだって感じですよね。本当にね、自分の思い描いたような、お父さんお母さん子供が2人、で週末にはみんなでねデパートに行って、ディナーを食べて帰るみたいなね、そんなステレオタイプなファミリー像っていうのはもう全然壊れちゃって、私の場合は案外それをやってる方なんですけども、その昭和のファミリー像をね今なぞってるところなんですけども、私にはそれが合ってるかなというところですね。隠居して、こうやってのんびり暮らす中で、まあでもね、この憤りってのは私ね絶対に忘れないし、誰に向けていいのかわからないですけども、この思いってのはこれからも発信していこうと思いますよ。私たちはロスジェネ世代として本当にね、まあ、国にもロストされてしまって、いわゆる社会というわけのわかんないその妖怪みたいな存在にね、もう脇役に追えられてみてるみたいなことでね、本当にじくじたるものがあるなというところでございます。まだまだ言いたいことあるんですけども、今回はこの辺で、まあ、一旦終わらせておきましょうか。はい、じゃあ一旦失礼します。